空気を読むみたいな感じですかね。採用面接の場で初めからそういうことを言ってしまうセンスはあれも嘘なんで、飽きたから転職しようっていうのは結構危険なんですよ。どうもこんにちは、新代理メンバーのトッキーです。どうも新代理メンバーのたくまです。今回の企画は転職前提の就活ということで、転職を前提とした就活をする学生を人事の人はどう思っているのかであったりだとか、転職前提の場合にどういうふうにファーストキャリアを選んでいけばいいのかを人材研究所の安藤さんに解説いただきます。皆さんこんにちは、人材研究所の人事コンサルタントの安藤と申します。普段は人事の方々とか経営者の方々を相手に仕事コンサルティングのお仕事をしています。今転職前提の新卒の学生って増えてるんですかね。増えているのが結論で、実際にちょっと前の 2,3 卒就活生の半分以上 55% ぐらいなんですけど、これが新卒時点で将来の転職を想定して、会社選び、就活で会社選びしてますよっていうふうにデータがあったりとか、去年にタイと日本で Z 世代でちょっと比較調査した時があったんですよ。でその時にその Z 世代の子たちに対して、定年までその今の会社というか、これから入る会社にいるつもりだっていう人は3割ぐらいしかいなかったんですね。意外と少ないですね。意外と少ないんですよ。少ない。これ日本の結果です。で残りの7割の人たちっていうのはいずれ転職するつもりで、まあ、彼らは特に5年以内に転職するっていうのが2割で、10年ぐらいで転職しようかなっていう人たちが同じぐらいに2割。実際じゃあたくまくんどうですか。そうですね、意識してはいますね。どういう理由でその意識するんですか。最初に入った会社でなんかちゃんと成果を出せたら、その次のステップになんかステップアップしたいなっていうふうに考えているので、転職っていうのを意識してます。ちなみにその会社で給料アップさせていくっていう道もあると思うんですけど、その転職しようかなと思ってるのってどうしてだったりするんですか。自分の中でどうしてもこれがやりたいっていうのがないので、その新卒で入った会社でなんかスキルを身につけて、なんか自分がやりたいことが見つかったら次の会社に行こうかなっていうふうに考えてます。実際その転職前提でこうやって受けに来る学生って、はいはい、面接の中でやっぱ人事の人にバレてるものなんですかね。言わなければバレないです。ああ、バレないですね。バレないです。人事もわざわざうちの会社で定年までいてくれるって問う人なのもう今やいないので、ただ御社には5年ほどでスキルを身につけて、でその後は転職しようと思いますみたいな人はさすがあからさまなので、さすがにそれは落ちると思います。ああ、それは落ちるんですね。っていうのは、採用面接の場で初めからそういうことを言ってしまうセンスはちょっとまずいだろうと。まあ TPO みたいなもので、何でもストレートに言えばいいってもんじゃない。空気を読むみたいな感じですかね。それ例えば我々人事って面接の時に、この人がお客さん先に出した時にどんなことをどういうふうに会話するかって見てるんです。その時にその場では期待されているコミュニケーションがあるじゃないですか。でそれは嘘をつくとかじゃないんですよ。その場の TPO でコミュニケーションを取らないといけないと分かっているよねっていうところで、そうじゃないとお客さん先に行った時にも同じように、いやこれ全然買わなくていいですよみたいな確かに営業として行った時に、これ全然美味しくないんで買わなくていいと思いますとか、私は好きじゃないんですけど言われちゃうのは困るじゃないですかっていうのと、まあ一緒のセンスかっていうふうに判断されるので、さすがにそう思っててもさすがに言わない方がいいんじゃない、そのセンスはどうなのみたいな感じでは正直思うでしょうね。なんか転職前提であることが悪いっていうよりも、はい、それをこういう面接の場で言ってしまう学生っていうのが、はい、そのビジネス上ちょっとというか、転職で例えば年収アップを狙っていく学生って結構多いと思うんですけど、はい、やっぱり最初大手に行った方が年収はどんどん上がっていくものなんですか。大手だからっていうわけでもなくて、給料って市場価値で決まっていくんですね。で市場価値って市場のニーズと供給の関係で決まるので、求められていてでも希少なものほど高くなるんですよ。安い魚の代表格のサンマだったのサンマが、その最近不良で取れない、味変わんないじゃないですか、はい、サンマの味だけど取れないから高級魚になっていったっていうのと一緒なんですね。人材 その年収とかって市場価値って、だから結局同じことやっててもその時々の時代によって給料ってこう変わるわけです。大手でもベンチャーでも本人次第でいろんな仕事を経験できるし、そういう仕組みになっているわけですよ。でその中で大手かベンチャーかで選ぶのは、将来何を売りにして年収アップを狙うかによります。例えば大手って業務がとっても細分化されてるんですね。ゆくゆくは一つのスペシャリストとして専門家として年収アップを狙っていくんだったらいいと思う。大手で総合職で入るケースが多いんです、はい、その時って10年で3部署って人事側でよく言われます。だからいろんなとこ見させるってことなんですよ。で最終的な配属が決まるのは10年目以降なんですね。じゃあ最初にいろんな3年ずつぐらいいろんな業務を勉強して、どこが合ってるか見極めて10年後にじゃああなたはここのスペシャリストになってください、はい、だから専門性突き詰めていくっていう
と、もし新卒で入った場合は、まあ、大体15年ぐらい、10年で回って10年目から15年目までは5年ぐらい自分の専門性突き詰めていけるから、それぐらいで転職するのはありです。じゃあ新卒で大手に入る人かつ総合職で入る人っていうのは、なんかこの1年目とか2年目3年目でやりたいことできないから転職するっていうよりも、はい、もうちょっと長いこといっていろんな業務を経験させてもらった上でスペシャリストになるっていう。そう、絶対そうです。1年目2年目ぐらいでやりたいことが見つかってる人っていうのは、最初からもうやりたいことをド直球にできるベンチャー入った方がいいです。ちなみにこう新卒の時は大企業にいましたっていうネームバリューだけど転職が優秀だなって評価されるのは大体3年目ぐらいからですね、もう転職なんですよね。社会人経験がそれ以降になると、どこにいたかとか関係なくて、結局そこで何してきたかとか、どんな実績出してきたのっていうところしか見られないです。これベンチャーで持ってるでしょ。ネームバリューで転職しやすいっていうのは3年目までです。結局中身何してるのっていう、でそれもベンチャーで持っても関係ないんですね。最近で言うと、じゃあよく言われるけど、新卒の時に大企業に入れなかった、ただベンチャーに入ったとするじゃないですか、はい、ベンチャー新卒で入ってる人が大企業に行くのってもう難しいって思われてるかもしれない。ちょっと思ってる節ありますね。ですよね。思ってますね。だから新卒カードは大企業にしか切らない方がいいっていうのよく言われるじゃないですか、まあ、あれも嘘なんで。そんなことないです。大企業も結局人材不足で、しかも成果がすっごい求められるビジネス環境なわけですよ。そうなった時にやっぱり本当にスキルベースでどこにいたか、何をその人がしてきたかベースで面接をしている。学生さんがよくこうなんか学歴フィルターみたいなことをこう戦々恐々とされているのと同じように、中途採用の人も前職フィルターみたいな、はい、前職どこだったかみたいなのが昔はあったかもしれないけど、今はもう全然そんなことなくて、とりあえず会ってみて実際にその人がやってきたスキルとか実績とかでシンプルに評価していく。財閥系の会社とかってゴリゴリの大企業ですけど、例えば人事とか採用担当者、もともと全くベンチャー全く異業種のところからすっごい頑張ってたんですよ、人が採用して、で今働いてる人って結構いますよ。半分ぐらいいるんじゃない、採用チームの中で半分ぐらいはそういう人たち。なんか結局転職でうまくキャリアアップしていかない人とかっているんですか？スキルがね、積み上がってない人は上がっていかないです。能力の習熟曲線っていうのが人間にはあって、要はどういう風にスキルが身についていくかっていうことなんです。一定のラインを超えないと、途中でやめてしまうとこう急激に下がるんですよ。だから積み上げた能力がゼロになるんです。楽器の練習とか野球とかスポーツとかでも一緒で、一定も乗りこなしたりやりこなしたりするとブランク1年空いてもすぐできたりするじゃないですか。あれは一定のラインを超えてるからです。分かりやすい。そういうことですね。ありますよ。よく言うのは飽きたから転職しようっていうのは結構危険なんですよ。飽きた時ってまだ定着してない可能性なんですよ、能力が。ギリギリこのラインを超えそうで超えてない状態のことがあるんですね。これぐらいの時ってマンネリ化するんで飽きたってなるんです。でももうそこを超えて飽きたとかも関係なく自動的にできるみたいな、バッターボックスに立ったら自然とこう力が入るみたいな、はい、そういう状態にまで持って無意識のうちにできるようになれば、それはある意味その道のプロだとも言えるので、それだったら一旦それをやめても経験変えても能力が変わらない。でそういう人たちはやっぱ給料上がっていきます。だけど転職で面接するときに、この人まあ、能力としては積み上がってないかもとか定着してないかもっていう風に評価されてしまうと、こちら側も前職より高いお給料払う理由がないです。そう考えると転職って厳しいですね。転職は厳しくなりますね、どんどんね。逆に今の時代って一つの企業にずっと居続けたいっていう人って、はい、これって危険なんですかね？居続けること自体は危険ではないと思うんですけど、その会社にしがみつくのは危険ですね。その会社にしかいられない状態になるのは危険。社会人のスキルってポータブルスキルと企業内スキルっていう2つに大きく分けると分かれます。ポータブルスキルっていうのは要は持ち運び、ポータブル持ち運びができるから、どの会社に行っても同じように通用する能力のことですね、はい、で企業内スキルっていうのはその企業の中で独自にまかり通ってるキーマンの見つけ方とか根回しの方法とか社内政治力みたいなやつ、はい、あれってだってある会社にいてでそこで身につけても他の会社に行ったら全く違うので全く使えないじゃないですか。社内の給料ってどういう風に決まってるかっていうと、必ずしもポータブルスキルだけで評価されてるわけじゃなくて、仕事を通すのが上手い人、社内政治が上手い人とか根回しが上手かったりとか、コミュニケーション取るのが上手い、あの部署に提案したら企画が通りやすいとか分かってる人、ああいう人っていうのはやっぱり出世、その中で出世しやすいし、それで年収上がっていくっていうのがあるんですよね。でもそれってその会社が潰れたらもうそのスキル全くおじゃんになって何にも使えないので、そういう人っていうのはしがみつこうとしますよ。既得権益をずっ
と握り続けようとしますよね。そういうのも、まあ、昔はあったんですけど、それは安定的な時代だから会社が潰れないって分かっていればそう見てもいいかもしれない。今どうなるか本当分かんないので、それこそ不祥事の問題とか災害とか環境変化とか、コロナもそうですけど、どんな大きい企業でも本当に一瞬で株価が下がって潰れるとか、人員整理の対象になるとかってあるんですね。ってなった時に、一つの会社に結果論を居続けるのはいいとは思うけど、居続けるしかないっていう選択肢をまずいつでも転職できるぐらいのポータブルスキルを持ってる状態で居続けるのは別に大丈夫だけど、じゃあもうなんか最初から新卒受ける時点で、いや自分何年で転職するんでとか考えて戦略的にやっていくっていうよりも、まあ、とりあえずまず自分がワクワクすることとかやりたいことを純粋に見つけて、そこに入ってとりあえずそこで何年かやってみるっていうことが大事。大事ですね。なんか抽象的な話ですけど、実際そうだなと思うのは、はい、ワクワクしてたりとか今の目の前に楽しんでる人には新しいチャンスって結構来るんですよ。だって周りの人からしたら、この人この仕事誰にお願いしようかなってなった時、今ワクワクして目キラキラさせてやってる人に任せたいと思うじゃないですか。みんな人間だから、会社の上司とか、ね、経営者の人とか先輩とかも一緒なんですよ。でそうすると、今 の仕事はこれだけど、新しいこれやってみない、特別プロジェクトにちょっと入ってくれないとか、じゃあそっちですっごい活躍したいとか、そしたらあ、じゃあそっちに人事異常させようとか、なんか可能性もあるし、はい、自分自身もそれをもっと突き詰めたいってなって、今の会社じゃなくて別の会社に転職しよう、そのためにスキルを身につけて年収アップさせようみたいなこともなるかもしれない。じゃあまずはたくまくんも入った会社の仕事をまずやってみる。チャンスは絶対逃さないというか、チャンスを楽しんで仕事をやっていきたいなって思ってます。はい、ということで今回は転職前提の就活ということで、転職を前提とした就活をする学生を人事の人はどういうふうに思っているのかであったりだとか、ファーストキャリアをどういうふうに選んでいけばいい感じにキャリアアップしていくのかということを伺っていきました。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。